原さん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、とにかく開幕してご覧のですね、上位4チームプラス、まあ、岡山、はい、5チームがもう本当紙一重の戦いをしてますよね。いやですから本当に試合勝つことが非常に大切になってきますよね。そうですね。その現在4勝1敗のその4チームが今日第1試合と第2試合で激突します。まずは第1試合、デンソー対 NEC のゲームからお伝えします。まあ、デンソーがですね、ここまで4勝はしてますけれども、いずれもこのフルセットですよね、はい、いや、フルセットで勝つと負けるは全然違いますから、はい、逆にチームとしてね、競ったら勝てるっていう自信につながりますからね、はい。まあ、特にですね、今シーズンは一気に若返ったチームに変わりつつありますよね、はい、そうですね。ですから、あの若い力っていうのはすごい力を発揮してくれますから、はい、そこに期待したいですよね。今ご覧いただいている、まあ、高校時代に活躍した、まあ、高校バレーのビッグネーム、大竹、橋本、鍋谷、山田、この4人が加わっていい形でチームに取り組んでいます。さあ、対する NEC レッドロケッツもこちらもチームがかなり若返りました。3連勝した後、岡山にストレート負けしましたが、昨日はそれまで全勝だった久光を破って4勝1敗です。さあ、その中でもあのベテランの杉山の、この杉山のですね、体格に島村大野という若いミドルブロッカーが入ってますよね。はい、本当に島村選手なんかはもう体つきもね、去年と比べてだいぶ締まってきてますし、はい、いいあのチームで活躍というかエンジンになってますよね。そうですね。そして大野選手は、まあ、高校時代から、まあ、双子のですね、注目された選手ですけれども、はい、本当にね、出てきてもらわなければいけない選手だったので、はい、ここでね、ようやく花が開いてきたのかなって感じですよね。そうですね。今日もさあ出番があるかどうか。第1試合、主審が塚本武さん、副審が与瀬雅美さんです。この試合のレフェリーを紹介します。ファーストレフェリー塚本武、福岡県。セカンドレフェリー与瀬雅美、佐賀県。以上です。ご観戦の皆様にご案内いたします。試合開始前に会場の皆様へ、まもなく両チームのスターティングスが紹介されていきます。お受け取りの際はご自身の席から離れたり、特に若いチームですので、まあ、試合の立ち上がり、さらにはセットのその頭、これが一つ本当に大きな流れを作っていきますよね。そうですね。スタートの入り方って非常に難しいですからね。はい。さあ、スターティングメンバーがアナウンスされます。それでは両チームのスターティングプレーヤー並びに監督をご紹介いたします。はじめに NEC レッドロケッツ、アテネオリンピックと北京オリンピックの日本のミドルブロッカーの代表でしたベテラン杉山。3番イエリス・マサ、トルコリーグで活躍しましたトルコ出身のイエリス、セッター対角です。そしてキャプテンの内田。セッターはこのところスタートはこの松浦からです。昨シーズン東海大学の学生の時、内定選手として活躍しました近江明がウィングスパイク。そして20歳のミドルブロッカー島村が今日先発です。リベロは2人いますけれども、振り声が入りました。リベロの場合は、まあ、試合中にどんどん入れ替えていっても構わないというルールになっています。続きまして、さあ対する伝統エアリービーズ、熊谷さくら、セッターの熊谷、そしてウィングスパイカー、オールラウンダーのプレイヤーです、鈴木。キャプテンの井上香織、11番井上奈々美、そして同じミドルブロッカーの体格は井上奈々美、急成長です。16番石井梨沙、12番のオポジットのサウスポー伊豆岡が大活躍。そしてウィングスパイカーは石井、20番マシバサキ、リベロは2人のうち今日はマシバです。
伝統はキャプテンの井上香織が30歳ですけれども、それ以外の選手たちはすべて23歳以下という非常に若返ったチームです。この伝統と NEC 本来のこう平均身長は NEC がこうずっとですね、はい、背は低いのかなというイメージがあったと思いますが、今シーズンはご覧のように NEC の方が178センチです。画面の右が NEC、 左が伝統。キャプテンの内田のサーブ、 NEC から始まります。さあ若いチームの伝統、立川監督はまず立ち上がりにちゃんとセッターの熊谷に帰るかどうか、はい、ここがポイントだと話していましたが、伊豆岡へ浮かせます。そして近江、石ブロックしました。これは家光と島村という2枚ブロックでした。高い2人ですよね、はい、これはよく繋いだんですよね、はい、いいレシーブしてますよね、はい、まず最初のポイントは NEC、 今度は伸びるサーブできました。これも石井が打って、またブロック、同じブロックです。今は石井としてはこれリバウンドを取るか、あるいはちょっと中途半端な打ち方でしたかね。ちょっとリバウンドを取ろうと思って打ったんですね、はい、力抜いてますから、でも誰もフォローできなかったっていう感じですね。そうですね。さあ、立川監督が話していたその立ち上がりに連続ポイントを許しました。そしてイエリス、スリーポイント選手しました NEC。 さあ、ここは今立ち上がり、伝統が若いチーム、こういう時にどうするかですよね。そうですね。ですから石井選手も 2本止まられてしまいましたけど、気持ちを切り替えてね、はい、強い気持ちでここ切り抜けてもらいたいですよね、はい、サーブレシーブは乱れた。またチャンスボールは NEC です。速攻できました、8番の島村。これはたまらず立川監督は今タイムアウトの、これは立ち上がりですよね。立ち上がりで最初の攻撃の時にはそれほど崩されたわけではなかったんですが、当て当てとか後ろからちょっと慎重に打っているのか、あるいは中途半端なのか、どうですかこの立ち上がりは。いや、やはりサーブレシーブですよね。サーブレシーブが乱れていることによって、はい、石井選手ちょっとね、迷った部分があると思うんですよ。先ほどリバウンド取りに行ったボールもリバウンドは取りに行こうとしたんですけれども、はい、打ち方が中途半端になってしまいましたよね。もう少し高いところのに、をめがけてブロックに当てないと真下に来てしまいますから。なるほど。そういう当て方ですよね。刈谷さん、はい、今の伝送のタイムアウトなんですが、はい、立川監督、キャッチが乱れている、ちゃんとフォローしろと、で1回で決めなくて粘り強く行けという話をしていました。なるほど。可能なんてあるのかと。そうですね、粘り強さがちょっと立ち上がりなかったですね、はい、伊藤岡です。ここで伊藤岡が切りました。この12番のセッター対角の伊藤岡が、まあ、今シーズンから初めてスタメンで出場してるんですが、大活躍してますよね。はい、やはり左っていうのはね、アクセントになりますからね。はい、伝送キャプテン、ベテランの井上香織のサーブ、イエリス。逆に NEC はセッターにカッと入りました。はい、今シーズンまだサーブレシーブはすごくいいっていうわけではないんですけれども、はい、ただ2段になった時もこのイエリス選手がよく決めてくれてますよね、はい、そうですね。そして島村のサーブです。伊藤か、これはリバウンドを取ります。抑え込まれたベテランの杉山。井上七海、もう上からもう読んでましたね。はい、もうコミットでブロックしてますよね、はい、もう来た時には飛んで待ってましたからね、コミットこうしっかりと狙いを決めて飛ぶわけですよね、はい、6対1 NEC がまず走ってます。これも乱れた。7対1です。さあ、伝統のまず課題がこの立ち上がりのところでサーブレシーブですよね、はい、とにかくサーブレシーブを安定させないことには自分たちの攻撃仕掛けられませんからね、はい、これもいいよくありませんでした。イエリス決まっています。入ってます。クロスに打つときに少し力を抜いてちゃんと落としてきました。8点16点のところでテクニカルタイムアウトがあります。さあ、両チームのリザーブをご紹介しましょう。
今顔が見えましたけれども7番の秋山が接った、まあ、ですから秋山がまたリズムを変えるために入ってくる可能性もあります。ただリズムがいいときにはこのまま今シーズン松浦誠でいくというケースがありますよね。はい、秋山は昨シーズンあの肩の手術をしてまだその肩の状態が万全ではないということです。そして伝統21番のネイショビッチが大砲なんですけれども開幕直前に右膝の怪我をしまして今のところまだこうフル出場するという状態ではありません。セッターの控えには酒井がいます。ここまで開幕の中でリズムが良くない時にはあの試合開始前に紹介した若い選手をこう投入してですねリズムを変えて元気さを出すというところもありますよね。そうですね、何かしないとね。あ、入れてきましたね。はい、ナレアを入れてきました。はい、新人東九州龍谷高校の出身です。うーん、ここも乱れました。さあそろそろこの乱れから何とかしなければいけません。伝統一つ落ち着くといいですよね。気持ちが焦ってしまってますよね。まずはね、はい、これは帰った。伊藤か。真ん中の攻撃も少し弱い。ブロック2枚。リバウンドを取りました。そしてイエリス。ブロックが1枚しかいってません。しかしこれはアウトです。これは伝統助かりました。ただやっぱり、あれだけ伝統はしっかりとブロックがつくチームなんですけども振られてますから。そうですね、本当にあの焦ってしまってわたわたして何をしていいかわからない状態になってますよね。そうですね。伊藤家のサーブ近江強烈。完全にリズムが今 NEC の方に来ています。はい、今のも落ち着いて見てれば2枚レフトに飛べたと思うんですね。はい、はい、ですけどちょっと飛び遅れてますよね。そうですね、真ん中に蹴られました。そして石井、あ、返しました NEC。 今度は伊藤かバックアタック。近江石井、ようやく石井が決めました。最初のところでこの石井が少しこう中途半端になってしまったところからですね、これからやっぱりリズムをこう作り直していかなきゃいけないですよね。そうですね、ただ、若いですからね、その辺の気持ちの切り替えをね早くしてもらいたいですね。伊藤か、上がっています。 NEC 近江、これもちょっと弱かった。球際の攻防も NEC の方がここまでは混ざっています。NEC の方なんですけれども、はい、ブロックとレシーブの関係が非常にいいですよね。レシーブの位置取りもいいですし、はい、ですからよくボールがつながってますよね。伝統の選手たちが打つとそこに NEC の選手がいるわけですね。はい、ここ B、 そうなるとまず伝統としては一番落ち着かなきゃいけない部分でサーブレシーブですよね。そうなんですね、この部分からですよね。はい、とにかく今やられてるのはサーブレシーブだけですよね。はい、井上奈々美のサーブ、 NEC はよく返ります。杉山です。逆にサーブで伝統としては崩せませんのでブロックもなかなか絞りきれないと。はい、そうですね、ミドルをかなり NEC の方は意識して使ってますよね。そうですね、これは返って井上香里落としました。まあ、この立ち上がりやっぱり次のセットということを考えるとまず落ち着いて自分たちのバレーを取り戻すこと。そうですね、先制よりもまずそこですね。はい、熊谷のサーブを引っ掛けました。ラリーポイントですのでサーブ権に関係なく得点が入っていきます。
NEC のセッターの松浦のサーブ。どうですか、少し落ち着いてきた感じはありました？そうですね、あのサーブレシーブの救出はちょっとあまり良くないんですけれども、はい、ただセンターのところに返ってますよね。ちょっときついボールなんですけど返ってますから、はい、今みたいにミドルプレーヤーを使うことができますよね。刈谷さん、今辰川監督もレシーブ頑張れと一声かけてます。そうですか。イエリス、まあ、女子の今シーズンのですね、大学選手を見ると、まあ、一番チームの中で起用して機能していないというのは NEC のイエリスかなと思いますけどね。いや、今回は本当によくチームに溶け込んでるなっていう感じは受けますよね。はい、二票か。それは決まりましたが、ただやはり確かにコースに NEC のレシーバーがいますね。はい、はい、ですから1本でスポンって抜けるっていうことは少ないですよね。必ずコースに入ってますから。そうですね、その部分が辰川監督が言う一本で決めようとまず粘り強くということですね、はい、近江の強烈なサーブ、こちらに乗って石近江ブロック2枚石、これは決めました。石井のスパイクの特徴というのはかなり打点の高いところで打ちますね。そうですね、下に打ち付けるような打点を下げたようなスパイクは打たないですね。高いポイントでコースをしっかり打つ、はい、いい打ち方してますよね。はい、これはうまく崩して伊藤か。ようやくリズムを取り戻してきました伝統。いいですね、熊谷選手も自分の思うようなところにトスを上げ始められましたよね。はい、サイドに今振ってますから大きく、ですからブロックつききれてないですよね。完全に1枚になってますね。そうですね、 NEC がこのところ少しサーブレシーブが乱れてきました。石、これが石井のスタイルです、はい、本来はこう高いブロックが2枚ついても今のようにブロックアウトを取ったりワンタッチで後ろの方が弾いたりということはできますよね。はい、さあサーブレシーブが少し乱れましたので八幡を入れました。近江に代わって八幡、この八幡のところイエリス中から打ちました。サイドだけではなくて中に入ってきたりとかっていう打ち方しますね、はい、自分で、まあ、セッターの際もありますけれども自分でそういう、はい、移動を少しね加えているので、はい、相手のブロッカーはブロックしにくいですよね。そうですね、井上奈々美、これは1枚です。どうですか今のは。やはりここは経験ですよね、もう読んでますからね。杉山選手あたりは完全にもうこういう高くなって入っていった状態でここしかないだろうっていうブロックですよね。そうですね、もうここに吸い込まれるように打ってしまいました。ご覧のようにランニングストア NEC が序盤一気に離しましたが、その後は互角になっています。はい、本当にちょっとリズムが出てきましたよね、伝承の方もね。そうですね、今ご覧画面の方でご覧いただいた山田明憲監督が36歳です。北海道出身で東海大4校から東海大学を経て NEC レプロジェクトを率いています。伝統の方はおなじみの辰川稔監督、辰川さんももう60歳。そうですね、私もバルセロナの頃のコーチだったんですけれども、はい、早いですね。そうですね、はい、ユニチカ時代にリーグも2回優勝しています。ご覧のようにサーブレシーブ明らかにその差がこのスコアに表れています。16対10、これを落とした、しかしつなぎました。井上の後ろから今度は石井です。ライト方向に回った井上、それを拾われて今度はレフト方向に移動してここです。そしてその後ろから12番に変わってですから2人がこう流れるようなブロックになりましたよね。そうですね、5番に変わって21番今が入ります。
18番の高谷、そしてネイショビッチ、イバナン・ネイショビッチが入りました。2枚替えです。このセットはいろんな形でちょっと試してみるセットにもできますね。はい、デビス拾う、ネイショビッチバックアタック、ちょっと低かった。そしてこちらもバックアタック、ナベが打ちました。ネイショビッチフェイント、つなぐ、ブロックしました。苦しい体勢で旗を打ちましたが、これは待ってました。これはもう個人的によく負けましたよね。手のひらですからね。はい、しかしここはもう2枚待ってました。伊畑のスパイク、 NEC がタイムアウトを取りました。これはまだ点差が4点ありますけれども、今流れがどっちかというと点差の方に移ってきましたからね。はい、本当にね、嫌な NEC としては嫌な流れになったので、やはりね、一つ置きたかったんでしょうね。はい、ご覧のように一進一退を繰り返した後、ここに来てデンソーが連続ポイントを取っています。セッター松浦の応援の方でしょうか。ギリス、そしてメイセリッチ、あ、ブロック、今手前側の八幡の飛行校を抜いてきました。刈谷さん、はい、先ほどのタイムアウトの指示なんですが、NEC はしっかり打っていけと攻撃面の指示をしていました。あ、そのためにはこのセッターに帰って、イリスアウトです。ワンタッチはありません。そしてあの伝送なんですが、伝送側はですね、まあ、守備のことでこの調子で踏ん張っていけと、しっかり拾っていけという話をしていました。はい、あれだけ点差があったんですが、吉永さん、あっという間に点差になってきましたね。そうですね、伝送の方のブロックがしっかりあの2枚つけるようになってきてますよね。なるほど。さあ、ここでイリスに変えて白垣リサを入れました。一人時間差、ここでベテランに決めてきました。杉山選手いいですね。やはりここで切ってほしいなっていう時にしっかり切ってくれてますよね。うん、ここで切れなかったら1点差になることですからね。はい、白垣のサーブ、石井、決まりました。さあ、ここからの攻防ですね。もう一方的な形で第1セット終わってしまうのかと思ったところに、伝送が持ち直してきて、はい、一進一退にまた戻してきました。しかも点差は2点差。石井のサーブ、ブロックしました。これはリバウンドを取った。八幡ブロック2枚、ブロックポイント1点差。いや、今レフト側、今八幡選手言ってましたけど、はい、高い2枚が揃ってますから、苦しいですよね。これは苦しいですよね。メイソビッチは190センチ、井上七海は180センチ。ここで切れるか、リバウンドを取ってレフト、また2枚待っているが、そして今度は杉山、ブロード、切ってきました。ここがやっぱり杉山の存在感ですね。はい、健在ですね。そうですね、滝川さんも NEC 5番に変わって15番大野が入ります。ここで大野を入れました。まあ、ブロックですね、はい、ブロックに期待したいですね。大野は181センチあります。杉山は184センチ。大野はレフトの方に行った、打ちだ、落とした、つなぐ、あーっと返しきれませんでした。白垣、もったいないですね。そうですね、はい、15番に変わって、できれば今返してブロックで狙ってもよかったんですね。はい、ここはよくつなぎました。
ここはでも白垣も一瞬打てるかなっていう迷いもあった、はい、ありましたよね。杉山つなぐ内田一枚の横ナミヤそしてバックアタック白垣がまた大きく打ってしまいまして同点です18対18。今でもアウトになりましたけれども狙いとしては良かったように見えたんですよね。バックアタック、はい、攻撃の組み立て方というか使い方は非常に良かったと思うんですけれどもね、はい、ちょっと力が入ってしまいましたよね。あーそうですかね。さあ追いつきました前走の差今度はイルスのバックアタック転倒前走つなぐ鍋屋返します。さあ内田が手を挙げていますがもう一回打たせる一枚しかない。あーここは前走はブロック1番になりましたね、はい、ここでやはりあー杉山選手にねの動きですね、はい、ついて真ん中をオープニングというかオープンスペースしましたよね。そうですね。 NEC 内田ナビアブロック2枚内田こちらも2枚さーっとうまく返しました。今ネイソビッチ膝の怪我で2番ネイソビッチちょっと出遅れてはいるんですけれども本来はセルビアのリーグでもベストプレーヤーに選ばれた実力者です。伊豆岡が戻りました。このネイショビッチの強烈なサーブ内田あーこれはいいコース20対19。前走21番に代わって5番熊谷が入ります。さあ20点に来ました。ネイショビッチが戻ってまた熊谷が戻ります。松浦のサーブ決まりました。さあ20対20。この2人は確実にちょっとこちらの方をマークしてましたね。そうですね2段1枚になりましただったんですけどね。はい。さあ同点ナビアのサーブ真ん中からああこれはよく打ちました。苦しいところでしたけどね、はい、島村センターセミですよね、はい、高いトスを上げてるんですけれどもしっかりねそれをうまいところに打ってくれましたよね、はい、さあ今度は伝送は伊藤が中に来て打ちましたがアウト。ここで2ポイント開きました。今のは伝送としては絶対決めたい攻撃パターンですよね。いやここ勝負どころですから、はい、やはりミスは出したくなかったですよね。ただ弱気なミスではないので、はい、気持ちを切り替えてこのタイム明けですよね。そうですね。両方のデータですが、やっぱり NEC の方が数字はいいんですけれども、ただ点数が追いつかれてしまった。はい。いうところでこのデータに現れない形のリズムの立て直してきた伝統と終盤から中盤にかけてちょっと崩れた NEC という差ですかね、はい、ただあの伝統の方は若い選手の方を入れていろいろと流れが変わったりとかしてますので、はい、ここですね。とにかくここ勝負どころです。そうですね。さあここで伊豆岡に打たせるのか。その伊豆岡が決めました。このローテーションの中ではやはりサウスポー伊豆岡をかなり信頼して打たせてますね、はい、ですから1本、ね、ミスして次上げないとアタッカーとしても、ねはい、ミスしちゃったっていうのはあるんですけれども、もう1本上がってきたら絶対決めなきゃいけないですからね、はい、ここはイリスライトにいます。確実に決めてきました。2ポイント差。さあ23対21。次のポイントが非常に重要になってきます。22点になるのかそれともセットポイントになるのか
このローテーションも実岡にかなり打たせてますが、打てません。チャンスは NEC、 ユリス、ブロック2枚を弾いて、しかしつなぎました。石、わーっと叩き落とされた。24対21、追いつかれた NEC がここでまた引き離してセットポイント。さあ、ここはこのセットはこのローテーション、デンソーはこちら側の攻撃を中心に組み立ててきていますが、やはりこっちに来た、つなぐ、ユリス、拾いきれませんでした。この勝負どころでユリスがかなり効きましたね。そうですね、ですからマークの仕方ですよね。はい、25対21、 NEC がまず第1セットを取りました。セットカウント1対0で NEC レッドカウントがリードしています。ただ伝統としては一方的に取られるのではなくて、一応チームを立て直してですね、そしてまあ一度追いついた、はい、その部分をプラスで考えた方がいいんですかね。いや、プラスだと思いますね。こうやれば自分たちのリズムになるっていうのは分かってますから、はい、あとはそれをどうやってうまく組み立てていくかということですよね。そうですね、この序盤もこのイエルズがやっぱりここで欲しいという時にはかなり今日は存在感大事と見せましたね。はい、ですからその時にね、1本目はサーブレシーブからの1本目っていうのは、はい、コートの外からでもこうここ飛べっていうのは言えるんですけれども、ただラリーが続いた中で、はい、何を感じてどこをマークしていくかっていうのはもう選手たち同士のことですからね。その部分でやはりこのイエルズをに絞りきれないところが伝統の20抵抗勝負どころのブロックにありましたかね。そうですね、もう少しマークに行ってもいいのかなっていう、今日これだけね、はい、イーリーズ選手が当たってますから、やっぱり大事なところでもう少しマークしてもいいのかなっていう感じはしますよね。そうですね、はい、その部分はやっぱりこうどうでしょう、立ち上がりにですね、多彩な攻撃を見せた NEC のその残像がやっぱりブロック、伝統のブロックの中にありましたかね。そうですね、やはり立ち上がりって非常に大切なんですけれども、はい、最初のサーブレシーブで一気にその NEC の勢いにやられてましたよね。そうですね、ですからそこで早く立ち直れるようにすると、もっとこの点数的にもね、はい、変わってきたと思うんですけど、やはり最初あれだけ離されるとちょっとね、最後追いつくにしてもきついですよね。そうですね、捕まえたと思ってもまた逃げられてしまったような感じですよね。はい、そして追いついて、あ、ここはイエリスで勝負に来るなっていうところまでなかなか発想がいかなかったですかね。そうですね、それまで他の選手たちの印象度っていうのもありますよね。この選手がこれだけこの時に打ってきた、センター戦使われてたっていう、そういうイメージっていうのは残りますから、はい、その辺がやはりうまかったんでしょうね、 NEC の松浦選手のトス回し。なるほど、はい、さあこの第2セット、まあ、やはり最初のセットの感じからいって、一番のポイントは伝送がしっかりとサーブレシーブ返せるかどうか。そうですね、もうとにかくこのスタートね、はい、最初に点数の上でプレッシャーかけていきたいですよね。そうですね、逆に NEC としては中盤に崩れかけましたけれども、崩れずにセットをしのぎましたよね。はい、その辺がね、やはり負けてない、まあ、負けてもなんとか自分たちで頑張って立て直せる強さを身につけてきてますよね。そうですね、さあ第2セット、 NEC は第1セットの時と近江選手のところに八幡選手が入っています。第1セットの終盤と同じメンバーで NEC 第2セットのスタート、その八幡がレシーブちょっと乱れましたが、その八幡が打ちます。石、イエリス、真ん中、これはつないだ、素晴らしいフライングレシーブでした。イエリス、バックアタック、丸屋のバックアタック、見事。第2セットの最初の得点は伝送です。丸屋さん、はい、セット間の伝送なんですが、サーブを打つときに気を緩めるなと、であと7番にプレッシャーをかけてやれという話でした。なるほど、イエリス、
高さがありますので、あの角度でもちゃんとラインの中に入れてきます。7番というのは前走のナベア選手じゃないですかね。のことですね、はい、サーブレシーブ狙われてますからね。あそこにサーブを徹底して打ってきてるんです、はい、今外れましたけれども、はい、1セット目の後半から出てきた時からずっと狙われてますからね。なるほど、八幡これはワンタッチありました。2対1。ただそれでもナベアはレシーブとしてはかなり立川監督は信頼してるんですね。こういう形で使っていくというのはね。そうですね、若いナベアですが、そのナベア、これはサーブレシーブが乱れて石、ワンタッチはありません。反対で、はい、ただ石井選手も苦しいですよね。あまりいい状態で打たせてもらってないですから、なかなか自分の調子が 出にくいですよね。はい、これもかなり苦しい中でワンタッチを狙いましたが取れませんでした。センター攻撃いいですね。一人時間差ですね、はい、この一人時間差でターンに抜いてますからね。その井上薫、これは拾って宇治岡、3対3。まあ、井上香織がまあ中心になりながら若手がこう機能していくと成長していくという今幻想のチーム作りになると思うんですけれども、その井上香織の拾います、バックアタック、石井また苦しい中でリバウンドは今度は NEC、杉山速い、高いですね、速いです、そうですね、はい、ブロック飛ぶ前に打ってますよね。そうですね。さあその杉山、はい、もう完全に全く、はい、遅れてますね。ゆりこれはようやくいい形で打てました。石井1枚でしたからね。そうですね、はい、完全に井上に杉山選手がついて1枚になってますからね、はい、こうなると石井選手ね思うように打てるでしょうね。藤岡のジャンプサーブ、八幡、藤岡、ユーリスが上げました、八幡、石井、今度はライトから杉山、あーコースが非常にいいですね、はい、ナベアもしかし頑張っています。177センチ、まあ、オールラウンドにバックアタックもかなりいいものを持ってますね。はい、八幡のサーブ、あっと、はい、アウトです。5対5。どうでしょう、その注目の課題、伝統の立ち上がりのサーブレシーブという点では悪くはないと思いますね、はい、悪くもないですし、ブロックが非常に機能し始めたんじゃないかなと思います。バックアタック、イエリス、それは今のバックアタックです。もう完全に杉山選手を、ね、マークせざるを得ないんですよね、 あれだけ決められると。そうですね、で真ん中が結局はオープンスペースになりますよね、はい、でそこからしっかりバックアタック仕掛けてますよね。そうですね、内田、もう一回、あっとこれはよくブロック取りました、熊谷、6対6。今のところ、こういうところでしっかりと基本的に基本ができていたところですよね、はい、島村、アウトです。コースは良かったんですけれどもね、はい、20歳のミドルブロッカー島村です。
パワーがありまして非常にこの将来性を感じます。井上ななみのサーブ、これは失敗です。ダブルコンタクト、こういうところがもったいないですよね。こういう一本で流れが変わってしまうことがありますので、はい、やはり二段トスとかね、そういうプレーはしっかりね丁寧にいきたいですね。まあ、一時期なかなかこう二段トスの精度が落ちたと、プレミアリーグの選手たちですね、はい、それをやはりもう一回やり直そうというチームもかなり多かったんですよね。そうですね、このセットは一進一退できています。連想が先に8点を取りました。各チームとも、まあ、確かに NEC イエリズには頼ってますが杉山は存在感を見せますよね、はい、そして島村は2本決めています。このデータを見る限りやはりイエリズ、そして苦しい時に杉山が決めるという形でここまで来ています。一方の前走、まあ、やはり石井に頼らざるを得ないところがですねここまであったんですが、まあ、今のところ今度中央もかなり使い始めてますよね、はい、もう少しねやはり真ん中使いたいですよね。ミドルプレーヤー使っていくと石井選手なんかは少し楽になるのかなっていう感じはしますよね。そうですね、まあ、熊谷のところにしっかりと帰れば熊谷がこう相手のブロックをしっかりと1枚にしてくれます。8対7、そのセッター熊谷のサーブ、イエリス、ブロックの上でした。いい状態に打てる形にするとやっぱ打点高いですね。高いですね、ストレート側の上の方から打ってますよね。そうですね、伊藤か八幡、これは大酒なめや島が、これはうまく飛んだ井上香織、9対8。ここはもう島村の返し方としてはああいうふうに打っていいんですか。いやちょっとブロックが見えてなかったと思うんですよね、あの角度からですと。あですから井上がねしっかり飛んでれましたね。そうですね、イエリス返しました。もう一回、今度はクロス、伊藤か、また、ああ深いところを狙いましたがアウトです。ここで伝統が2ポイントリード、はい、こういうラリーをねものにしていくとチームとしてだんだんね士気が高まってきてリズム出てきますからね、はい、さあ逆に NEC としてはリズムをどういう形でこう持ち込んでいくのか。伊藤か、返せません。こうなってくると NEC としてやっぱり外国人選手のイエリズでとりあえずはタイザーアウトと、はい、いうことになってきますか。そうですね、やはりそこに1本上げるでしょうね、はい、NEC の山田監督やること一緒だからな、ここで決まると思わないでじゃあラリー意識して何回でも打たせていく、1本ずつ1本ずつ、今の最後の言葉を聞く限りはこのラリーの繰り返しの中でやっぱり粘り負けしないようにということなんですかね。そういうふうに感じますね、確かにここ 2,3 ポイントはラリーの中で伝送の方がポイントしてますね、はい、そんな、これは決めてきました、はい、カリアさん、はいはい、先ほどのタイムアウトのシーンなんですが、NEC ですね、はい、ラリーを意識して打たせていこう、一本一本丁寧にと話していました、はい、
まあ、やっぱりそうですね、はい、決めた島村のサーブ、ナビアがしっかりと返して井上香織が落としました。ふわーっと、はい、あの嫌なところに落としますよねそうですね、はい、3ポイントデンソーがリード。そのキャプテン井上香織のサーブ、イエリトッツ2枚が返しきれません。井上並みと石井、いいですね、今ようやくね、はい、イエリズ選手のスパイクを1本止めたと思うんですよ。そうですね、はい、大きいと思いますよ。伊藤か杉山、そして石井、うん、高いブロック2枚に捕まりましたが、そしてバックアタック、ナベア八幡、石井、さあこのラリーで伊藤か、家光が待ちますが八幡に打たせます。伊藤か、今度は家光、このラリーは NEC がものにしました。このラリーを取るか取られるかは NEC にとっては大きかったですよね。いや大きかったですね、これでまた流れがね NEC に行くかもしれないですよね。そうですよね、しかも4ポイント差に開かれるところをしのぎました。これもうまく崩しました。2ポイント差、これ本当に早いですね、はい、もう全くブロックが飛び遅れてしまってますよね、はい、これはあ来るなと思った瞬間にも飛んでるわけですね相手が。そうですね、ですから本当にコミットで飛ばないと杉山選手の場合は間に合わないですね、はい、石井のスパイクが多く外れてしまいました。1ポイント差に詰め寄られたところでタイムアウトです。いや確かにあのラリーを制したことによって今 NEC の流れが来そうですね。そうですね、やはりあの長いラリーを取れたということでチームとしてはね勢いに乗りますからね、はい、そのタイミングでデンソーがタイムアウトを取りました。お互いにサーブレシーブをしっかりとある程度の範囲で拾っていけばこういう形のもうお宅の戦いになってきますね、はい、そういうボールをしてきたときには次のこの試合の流れを取るポイントというのはやっぱりブロックですかね。そうですね、ある程度ブロックを効果的に使っていくとまた変わってきますよね。はい、リバウンド、そして伊藤がブロック1枚にしました。拾いきれません。リバウンドを取ってもう一度同じ人に打たせたときによくブロックが1枚になるケースというのはありますよね、はい、あれはあのブロッカーとしては反対側の方にやっぱり次打てる状態じゃないだろう、上がらないだろうっていう気持ちがどっかにあるんでしょうね。なるほど、さあ2枚替え、伝送、またイバナ・ネーショビッチが入りました。栄のサーブ、バックアタック、これを上げた石井、ふわっときた形で今度はいいところに来ました。14対13、変わって入っている近江がサーブ、近江が拾いましたが近江、杉山、そしてイエリス、ネーショビッチ、ストレート、
そうですね。昨シーズンは韓国リーグでも活躍しましたネーショビッチ。これはワンタッチを取った。あ、しかし帰ったところに内田がいました。杉山のあの高い速速くて高い速攻にはやっぱりこれが手に当てるってことが大事になってきますね、はい。さあ大野が入ります。 NEC NEC も若い選手をこう次々と入れてきます。セッターに返って速攻移動してきました。島村よく自分でね動きましたよね、あそこまでね。そうですね、はい、待ってないで自分でしっかり動いて打ってポイントできたっていうのは大きいですよね、はい。しかも今人をかき分けるようにしてきましたね、はい、大野のサーブ崩した崩れた伝統はい、再現になりました。ネット上での押し合い鍋屋内田止めた。ここで伝統2ブロックです。16点目。2回目のテクニカルタイムアウト。伝統ご観戦の皆様にお願い申し上げます。ご自身の座席を離れてのカメラや携帯電話の写真や動画の撮影を今こう崩されたんですが、この後のブロックですよね、はい、ここで返して内田が高いブロックですよね、はい、そうですね。ネーショビッチと井上七海、まあ、クロスには抜いてるんですけれども、はい、ただトスも近かったので、コースを打っても抜けないんですよね。あ、思ったほどコース抜けないんですよ。ネットにトスが近いといくらコース切ってもなかなか抜けないんですけど、あれがもう少しね、あとボール2つぐらい離れてれば少しねコースを切るだけでも、はい、コースの幅が出てくるんですけれども、ちょっとネットに近かったっていうのもありますよね。本来はもっとこのいわゆるクロスというかバッテン印の方向にですね、はい、グッと、はい、打ちたかったんですね、はい。伝送の方が7本のブロック、ただ NEC も5本、5本の中で今2本連続で伝統の方がブロックでポイントしています。さあこの後のそうなると NEC のアタック、島村です。ネーショビッチ上げた、ん、島村鍋屋内田リバウンドを取りました。島村来ました。ネーショビッチユリス、わーっとど真ん中開きました。今3枚で止めに行きましたね、伝統はブロック、はい、ただイエリス選手よく見てますよね、はい、今も本当にあそこが穴だったんですけどね、はいはい、誰もいないところにぽっとりしかし伝統としてもイエリズを止めに行くぞっていう このセットを感じますね、はい、1本だけ先ほどは綺麗に止めました。ナベアイエリズライトから後ろからレフトからライトから打ってきます。イエリズ刈谷さん、そして先ほどもテクニカルタイムアウト NEC 山田監督なんですが、はい、ラリーになったらうちの攻撃ができていると太くなという話もしています。なるほど、鍋屋中に入っていきました。17対17、 NEC に逆転された連想がすかさず追いつきました。島村とイエリズが NEC 前にいます。ネーショビッチのサーブがネットにかかります。入ると強力なんですけれどもね、21番に代わって5番熊谷が入ります。さあここで2枚替えです。まずは1枚替えました。内田のサーブ、やめや、1枚のブロック
イエリス、いやこれは大きなブロックですね。そうですね、1枚でしたからね。はい、伝統エアリーリーズ2回目のタイムアウトで完全に1枚になってるんですけどね。はい、これはまたイエリスもうまかったですね。そうですね、やはり1枚でも幅があるブロックしますよね。NEC がこれで2ポイントリードしました。これはでも次のポイントですよね。タイム分け大切ですね。はい、この次の NEC のサーブの時にまず伝統がしっかりと取れるかどうか、もしこれが取れない場合には点差が3点に開きます。はい、NEC はキャプテン内田のサーブ。あ、落とされた。鍋屋の前です。はい、あのずっとサーブではね、鍋屋選手にプレッシャーかけてますからね。はい、これも鍋屋選手に取らせて、鍋屋選手の攻撃を少しでもね遅らせようっていう、そういうものが見えますよね。なるほど。そして NEC がまたチャンス。これはブロックはアウトです。近江のアタックをブロックしましてアウト。しかし、これは、はい、選手に当たったんじゃないかっていう、ね、あ、なるほど。ブロックした副審の与勢さんが行きました。しかも与勢さんの今目の前でした。うん、ブロックアウトということになりました。はい、あ、ここで鍋屋に変えて鈴木。鍋屋をこう立川さんとしてはかなり我慢強く使っていましたが、ここで鈴木に変えました。伊藤さん、3ポイント差。さあ、それで一つ一つの攻撃が NEC にとっては一つ一つ自分たちの攻撃の時に取っていけばいいわけですよね。はい、イエリス、それを防ぎました。さあ、これは先ほどのセットの終盤のですね、イエリス中心の攻撃というのが前奏の中に入ってますね。入ってますね。井上選手は特にね、その辺しっかりマークしてましたね。はい、さあ、今度はイエリス真ん中から来ます。伊藤か、決めました。1点差。さあ、ここで NEC がテクニカルタイムアウトです。2回目のタイムアウトです。あ、これはよく打ちましたね。でもね、レシーバーも入っていましたけれども、その手を弾きました。さあ、ここで NEC がイエリスに集めるのか、それとも全く違った構成をするのか。はい、伝統としてはと、はい、どう狙っていくかですね。はい、20点を超えて最初のセットは、まあ、イエリズだけに頼るという攻撃ではないんですけれども、ここっていう時にはイエリズに上げてきました。はい、イエリズはここです。うん、レフトからの攻撃。石、ここでイエリスストレート。うん、中に切り込んできた分ストレートに打つところがありましたね。はい、ですからこの方がコースとしてはストレートにも打てますし、クロスにも打てるんですよね。はい、さあ、2ポイント差、 55.6% です。イエリス、ナムラのスタート。伊藤か、このローテーションの中でやはり伊藤かに頼っています。まだ本当に思い切りのいい選手ですよね。そうですね、迷いがないですよね。さあ、ここでイエルザここにいます。このイエルザ
またさっき決めたところと同じポイントで打った。同じところでしたね。はい、2ポイント差。そのイエリズが下がります。バックアタックもありますがイエリズが下がります。そこで伝統は確実に鈴の、あ、これは助かりました。さあこうなると NEC がどうするかですね。はい、あのここ勝負どこですよね。1点取って追いつくか取られるかで全く違いますからね。はい、杉山が前にいます。あっとその杉山に使えるところまでは行きませんでした。同点、ね、ここであれだけのサーブ打てるっていうのもね、あ、素晴らしいですね。そうですね、サウスポー伊豆岡、さらにその伊豆岡のサーブが続きます。これも崩した。近江ブロックに当たった後にアンテナに当たりましたか。いや、これはネットだという判定でしょうか。あー、ね、そうですね、あー、なるほど、はい、つまりネットに当たった後ここに当たったということですね、はい、だから相手の手には当たってないですよ。当たっていないという判定ですね、はい、あ、そう、今あの声が聞こえましたが、ネットに当たった後アンテナに当たったということでアウトです、はい、いやー、これ大きな判定ですね。そうですね、はい、はい、ただいまの判定はスパイカーがボールをアンテナに当てたという判定です。うん、場内の説明だとおそらくお客さん納得できないと思いますネットに当たって相手に当たらないままアンテナに当てた、はい、ということですね。さあセットポイントは伝送、ここで杉山を使えるか。使った、追いつきました。リュースタイミングは合ってなかったんですけれども、はい、あのヘッドでボールの飛ばしですよね。タイミングが合わなかった時の、はい、うまかったですね。そうですね、ここでブロッカー白垣が入ります。伊藤が内田、よく手を出しました。伝送、もう一回伊藤が打たせる。代わって入った白垣、そして内田、ブロック2枚、伝送がつなぐ。石井、もう一回内田、うーん、決めてきました。もう今渾身のスパイクですね。セットポイント NEC。 さあここで伝送が誰に打たせるか、センターからの攻撃が使えるのかどうか、あるいはこのローテーションですとやっぱり伊豆岡に頼るのか。石田、ああ、うまく打ちました。高い打点、またディース落ち着いてますね。 NEC9 番に代わって5番松浦が入ります。さあ松浦を戻します。家水はまだバック、杉山が前にいる NEC。 崩した、サーブポイントでセットポイント連続。ちょうど今内田のところにそのレシーバー重なるような形になりました。あの人と人との間ですよね。はい、さあ杉山か、いや内田、フェイントチャンスは伝送、これは鈴木に打たせましたがブロックしました。またデュース、さあ杉山が下がって島村が前に来ました。ユニズは依然として後ろ、バックアタック、ここも伊藤に打たせた。イエリス、鈴木返した、鈴木は中に入っていった。これはすごいところに打ちました、はい、自分でね、やはり
長いアンテナまで長いボールをもらうときと、はい、やはり中にまあ切り込んでってクロスに行きましたよね。そうですね、ここにはさすがの NEC のレシーバーもいませんでした。まだ伝統のセットポイントです。井上七海のサーブは深いところアウトです。また同点。立川監督のこの表情、そして山田監督、高い NEC がチャンスボール、そして転送鈴木拾った、一打返せません。また伝統のセットポイント、さあ今度はここでユニフが前に来ました。 NEC そのイエリス拾った、鈴木、イエリスブロック2枚、最初に繋いだ時に伝統としては決めなければいけなかったんですね。そうですね、はい、チャンスのある時に決めに行かなければやはり、1本ありますよね、はい、強打がありますよね。ありますね。またデュース、伊藤か、伊藤かが本当にもう立川監督は今シーズンここまでのチームの勢いというのは伊藤かだと、はい、いいですね、そのですね、はい、非常にいいと思います。今の伊藤かのプレーに立川監督も拍手でした。はい、鈴木のサーブ、イリスはこちら側からです。同じ感じですよね、はい、全部中に入ってちょっと短めのトス打ってますよね、はい、短めからストレート側に 短めのトスをストレート側に打ってるケースが多いですね、ライト側に行くと。そうですね、はい、また同点です。さあ伝統は井上香織を使えるか、いや伊藤かです。拾った、バックアタック、内田が決めた。ようやく今度は NEC がセットポイント。さあここで今井上香織と熊谷が何か話してました。井上香織を使うためには、あっと、いやー決まりました。ネットに触った後ラッキーには相手のコートに落ちました。31対29、 NEC ゲットカウント2対0とリードしました。それでは BS ニュースをお伝えします。今後の戦い方についてどのような戦い方をしていきましょう。本当に一戦一戦が大事になってくるというふうに思いますので、まあ4レグありますけれども本当に一戦必勝で戦っていきたいと考えています。おめでとうございました。どうもありがとうございました。NEC レッドロケッツ山田監督でした。続いてはイエリズ選手に伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は 50% を超えるアタック決定率ということだったんですが、自分のプレーをどのように振り返りますか。Çok çalışmaya ve takım arkadaşlarıma borçluyum. とてもたくさん練習をしました。それからとチームのみんなとたくさん練習をしました。その結果だと思います。Onların desteği olmasaydı ben bu kadar sayı yapamazdım. 彼女、仲間の、支援がなければ私はここまでできなかったと思います。今年から加入しまして、そしてチームの雰囲気、イエリズ選手は今どのように感じていらっしゃいますか。ユルダンヤに NEC レッドロケツカトラムスン、シムリナスウデスニュース、ブータクムハクンダ、NEC レッドロケツタクムハクンダ、ナスウデスニュース。Çok iyi ve çok başarılı bir takım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. とてもいいチームだと思っています。そしてこのチームに参加できていることとても光栄に思っています。
今後の活躍期待しています。ありがとうございます。イエリズ選手でした。そして最後に内田キャプテンに伺います。今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ここまで、接戦のこの今シーズンだと思うんですが、この中で今回この3対0のセットカウントで勝ったのはどのように捉えていらっしゃいますか。セット取られてもおかしくない試合だったと思うんですけれど、最後まで粘り強くチームで頑張ろうっていうのが浸透してセットを取らせずに3対0で勝てたことはとてもチームの自信になったと思います。その要因、今日はどこら辺に感じていらっしゃいますか。まずサーブを攻めるというので、そこで相手を崩せたことが一番の勝因だったかなと思います。これでチームも流れに乗ってくるかなと思うんですが、内田選手から見て今のチームの状況どうでしょう。若いチームなので明るくてとても練習も活気があって楽しくて充実していると思います。今後の戦いに向けてお願いします。まだまだ長く続くんですけれども、たくさんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。内田選手に伺いました。金尾アナウンサーのインタビューでした。いや本当に確かに今日の試合というのは、これから、どうなったか分かんないですよね。そうですね。NEC としても本当に1セット2セット落としてもおかしくないセットはあったわけですけれども、やはりそういったところで踏ん張れたっていうのはチームとしての力がついてきてますよね。そうですね。特にサーブで立ち上がり崩して大きくリードしたのに第一セット追いつかれましたよね。はい。で、はい、あそこで押し切られてしまうとチームとしてもやっぱりダメかなっていうムードになりますけれども、あそこでしっかりこらえられたっていうのは大きいですよね。はい、そうですね。さあその今日の試合をですね、振り返りながらお話を進めていこうと思いますけれども、その追いつかれた時にやはり頼りになったのがこのイエリスでしたね。はい、よく本当に前から後ろから決めてくれてましたよね。そうですね。逆に言うと追いついたところで勝負のところでこのイエリスが来るということに伝送のブロックが絞りきれなかった、はい、とも言いますか。はい、そうですね。やはり杉山選手も非常に良かったですよね。そうですね。ですからちょっとね、やはり気を取られて遅れてしまう部分もあったかなと思いますね。はい。そして第2セット、ここでもし伝送がこのセットを取っていたら本当にどうなったか試合が分からない中で、セットポイントを粘りに粘って粘って粘って、そしてこの最後はこのサーブで勝ったんですよね。これもついてましたよね。もう流れが何かこう月が NEC の方に来てましたよね。そうですね。はい、打とうと思って打てるサーブじゃなかったですからね。はい。そして第3セットも一進一退の攻防の中で、この8番の20歳の島村選手ですね。はい、本当にね、自分の機動力というかよく動いて動いて攻撃してましたね。してましたね。しかも第1セットに勝負どころでイエリズが来るというこのイメージを持っていたデンソーにとって、島村選手があれだけ動かれるというのは、はい、大きかったですね。あれだけ動いてくれると本当に周りのアタッカーも助かりますし、セッターも一番助かりますよね。そうですね。結局それがこの勝負どころでやはりデンソーのブロックにこう捕まらなかったという部分がありますでしょ、はい、そうですね。さあこの中で NEC が去年、チーム結成以来最低の成績にですね、はい、アウェーで、今シーズンはやはり去年のことがないように、昨シーズンのことがないようにも開幕に合わせてチームを作ってきた、はい、その流れが今できてますよね。そうですね。やはりかなり、ね、危機感を持って練習してこの V リーグを迎えたと思うんですね、はい、それがいい結果に出ててチームとしても本当にいいムードですし、はい、いい方向に来てますよね。そうですね。この明るいイエリス選手は本当に明るくてチームのムードも明るくしてくれるんだというふうにですね、うん、他の選手が話していましたけれども、はい、しかも今日はですね、松浦誠選手がセットアップしましたけれども、はい、もう一人秋山選手がいるんですよね、はい、
そう考えると全く違った流れの中で流れを変えることをまだもう一つ持っていると。持ってますね、ですから層は厚くなってきてますよね。そうですね、はい、今日のデータですけれども、やはり各データで NEC が上回りました。ただストレート負けとはいえ、デンソーもですね、若いチームが成長しているなって感じはありましたでしょ。いや、これからが楽しみですよね。この一戦一戦苦しみながら勝ったり負けたりしてますけど、それすべてがね、若い選手の経験とか、はい、そういうものにつながってきますから、すべてがプラスになってますよね。そうですよね、その中でデンソーとしてはやっぱり次の課題というのは、今日一番大きいのはやっぱりサーブレシーブですか。そうですね、サーブレシーブが安定すると、攻撃も素晴らしいですし、守備もいいチームなので、もっとね、そのデンソーらしさっていうのが出てくると思いますよね。そうですね、はい、ただこう一気に若返ってきたチームの中で、若い選手たちがうまく新しいチームの流れを作っている、そんな印象は受けますけれども。そうですね、まあ、新しい選手が入ってきてどう変わっていくか、どういうチームを作っていくかっていうのはね、非常に大切なところなんですけれども、デンソーチームも本当にチームの中で切磋琢磨してね、チーム力をアップしてきているので、本当にね、この先の方が楽しみですね。そうですね、はい、まあ、そして試合中にですね、吉原さんに少しお話を伺いましたけれども、ロンドンオリンピックで銅メダルを取って、次の4年ということを考えたときに、この新しい力がいろんなチームで活躍しているというのはどうですか。こう非常にこうたくましいというか、頼もしい感じがしませんか。そうですね、すごく明るい未来を感じますよね感じますよね、はい、そういう意味で今女子のこの V プレミアリーグがですね、開幕して今大混戦になってますけれども、はい、各試合を楽しみながら、そういう新しい力をぜひ注目してほしいなという感じがするんですけどね。そうですね、どんどん自分をアピールしてもらいたいですし、はい、それはいろんな選手のね、名前を覚えてもらいたいなっていうのはありますね。そうですね、はい、第1試合は吉原智子さんの解説でお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは